もこんにちは、ココロンです。ご視聴いただきましてありがとうございます。今日の動画はね、このチャンネルでは視聴者の皆様にいろいろなコメントをいただいていて、毎回全て読ませていただいてるんですけど、コメントの中でも敏感肌で困っているであったりとか、肌荒れがひどくなってきたとか、乾燥がひどすぎてもう何を使っていいかわからないであったりとか、小じわがねちょっと気になってきたであったりとか、いろんなねお声をいただくことが今までたくさんあったんですけど、肌の調子が悪いなーって感じられている方ももちろんなんですけど、あと超敏感肌な方であったりとか、そしてアトピー性皮膚炎の方、いろんなお肌の状況があると思うんですけども、いろんな方に使っていただける株式会社ゆうきさんの化粧品のご紹介となっております。お肌の悩みに困っておられる方にとにかく一度手に取ってみてほしいということで、1430円のトライアルキットっていうのもあるのでご覧いただけたらと思います。アトピー性皮膚炎の方にもとても支持されているという商品ということで、ぜひこちらのチャンネルでもねご紹介したいなと思いました。そして私たちぐらいの年代でございますね、40代50代、そのぐらいから敏感肌になっちゃうよっていうことも割とよくあることみたいで、多くいらっしゃると思うんですね。ということで、いろいろな方に関係のあることだと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。肌荒れのまず原因なんですけど、簡単に言うと紫外線対策が不十分、あと睡眠不足とかストレスとか、そして長いことマスク生活しててスレとか蒸れとかね、あと季節の変わり目の不調、そして乾燥とか皮膚の炎症であったりとか、ホルモンバランスの乱れ、そういうのがいろいろあって、その結果総括して言えることが、肌バリア機能っていうのが低下して乾燥を引き起こしちゃうんよね。それが肌荒れの原因になったりとかすることっていうのが多くあると思うんですけど、このホルモンバランスですよ。ホルモンバランスの乱れって、よく聞くワードだったりとかするじゃないですか。女性ホルモンはエストロゲン、それとプロゲステロン、その2種類っていうのが存在して、肌の中にあるセラミドっていう水分をね抱え込んでくれるものなんですけど、このセラミドを保つ効果があるエストロゲンっていうのは分泌量が増えるほどお肌の調子っていうのがこう良くなっていくんですね。一方でプロゲステロンっていうのは男性ホルモンに似た作用っていうのがあるんですね。なので皮脂分泌っていうのをこう促すものだったりとかするんですけど、これらのホルモンが常にこう増えたり減ったりこう変動しているわけですよ。生理前になるとニキビができやすいとか言うじゃないですか。それは美肌ホルモンのエストロゲンがちょうど減少して、皮脂分泌のプロゲステロンっていうのがこう増えていくと、これでニキビができやすくなったりとか、そういう肌荒れ起こしやすいみたいな現象が起こったりとかするんですね。そしてですね、30代40代50代と美肌ホルモンであるエストロゲンはめちゃめちゃ減少します。そしてホルモンバランスの乱れっていうことになるんですね。この美肌ホルモンが減っちゃうことで、肌の中の水分をこう蓄えてくれるセラミドっていうのも一緒に減っちゃうので、肌の乾燥であったりとか張り、あと弾力っていうのがもう絶対的にガーンってこう低下してしまうわけですよ。そしてシミシワなどの肌悩みっていうのがこれと同時にこう現れてきちゃうわけですね。このような感じで敏感肌、アトピー性皮膚炎の方っていうのはもちろんなんですけど、急に肌の調子が悪くなってきたな最近って思われてる方であったりとか、化粧のノリがなんかもうガッサガサでファンデーション飲まへんねんけどみたいなことをね思われてる方であったりとか、そして私みたいなインナードライの方っていうのも同じようにセラミドを補うケアっていうのをしてあげないといけなくなってくるわけですね。この動画を作るきっかけになったのがスキンケア商品の会社さんなんですけど、株式会社ゆうきの板垣さんからご連絡をいただいたことっていうのがきっかけになりました。ちょっとねいただいた文章っていうのを読ませていただこうと思います。私は福岡県糸島市で敏感乾燥が進む年齢肌向け化粧品会社、株式会社ゆうきの代表をしております板垣と申します。私自身生まれつき腸がつくほどの敏感肌です。少しでも肌に良くないと思われる化粧品をつけるとたちまち腫れ上がります。そんな私に合う化粧品はないものと半ば諦めていました。40代半ば頃から敏感肌にひどい乾燥も覚えるようになり、一時期肌が魚の鱗のようにボロボロになった辛い経験もしました。いろいろな化粧品を試してはがっかりしてを繰り返すうちに水さえ痛い状態になってしまいました。ボロボロの肌にファンデーションを塗って泣きたい気持ちで会社に行っていた当時のことを思い出すと今でも胸が痛くなります。最終的には皮膚科に駆け込みステロイド配合の塗り薬を処方されましたが、それ以降数年にわたってその塗り薬が手放せなくなりました。当時化粧品メーカーに勤めていた私はなぜ自分に合う化粧品に巡り合えないのかを知ることになりました。同時に私と同じように悩んでおられる女性がとても多いことも知りました。40代前後から急激に減少し始める女性ホルモンは約10年間でゼロになります。肌が乾燥や敏感に傾く大きな原因でもあります。敏感や乾燥が進む年齢肌のため
ために成分にこだわって肌に優しいでも潤う化粧品、それは実際に経験した私にしか作れない、そう決意して勤めていた化粧品メーカーを辞め一年発起して51歳の時に株式会社ゆうきを立ち上げました。ちょっとこちら冒頭になるんですけどね、でね、その板垣さんのお肌がどれだけ敏感肌かっていうのをホームページに載せてくれてんねんけど、こちらになりますね。爪で肌をなぞっただけでこれだけ腫れてしまうぐらい敏感肌でいらっしゃるねんね。やり取りをこうさせていただく中でココロンさんの視聴者様にも私と同じように敏感肌で悩んでおられる方であったりとか、あと乾燥でも困ってるよって思われてる方であったりとか、自分の肌に何が合うのかわからないと、そういうたくさんの方にお伝えできればっていうことで、そういうお気持ちでね今回ご連絡をくださいました。ということで実際にゆうきさんが開発された商品っていうのをじっくり試してみましたので、実際私ね今もこれ使っておりまして、現在までの様子っていうのをご覧いただけたらと思います。ということで時飛ばし、はい、時飛ばされました。こちらこんな感じで届きました。オレンジのパッケージなんですけど、商品のコンセプトっていうのがね、できるだけ自然由来のものにこだわって肌に優しく潤う化粧品っていうことでシンプルケアなんだって。まあ、どんな商品かちょっと私まだ開けてないので楽しみでございますけども、オープン、あれどうなってるどうなってる、いや初めてやからさ、ちょっと待ってよ、オープン、ほうほうほう、あこっちやった、このような感じで入っております。オールインワンセラムとブースターローション、長い時間かけてしっかり試していこうということで、ちょっと2本ずつなんですけども、本来はこちら1本ずつとなっております。このような感じのゆきさんのね誕生秘話みたいなことが書いてある手紙もついておりまして、そして今回ご紹介するこちらとこちらやね、それ以外にも天然人型セラミド配合のフェイスウォッシュとクレンジングゲルと、あとオールインワンパーフェクトクリームファンデーションっていうのも載ってる、このようなねお手紙も入っております。そしてこちらご紹介いこうかなと思うんですが、まずはブースターローションからトマトよっこいしょと紹介いこうかなと思います。こちらがまあ化粧水になる感じですね。天然人型セラミド配合ということでゆうきさんのマークも入っておりますけども、裏に書いてあるんですけど、繊細なセラミド原料が入っていますので、よく振って中身を均一にした後適量を手に取りお肌になじませてくださいということでございます。とりあえずこっちも開けていいですか。こちらがオールインワンオイルインセラムになりますね。よいしょと開けていきますと、わすごいこんな感じ綺麗。こちらが化粧水でこちらが美容液みたいな扱いなんですけど、こっちで潤してこっちで美容成分も与えつつ蓋をするみたいな感じの役割でご使用くださいとのことです。でこの2つだけでいいのかっていうことなんですけど、なんかねお肌のことを考えると逆にシンプルケアっていうのがすごい必要みたいやねんね。で季節とか肌の調子に合わせて量を調節して使うといいみたいです。まあでもなんか理にかなってない。一応ね適量はブースターローションが1円玉ぐらい、夜は1円玉2枚分ぐらいみたいな感じで書いてあるんですけど、でオールインワンオイルインセラムの方が100円玉ぐらいみたいな感じで一応目安では書いてあるんですけど、まあ、それは日によってかさつくときはもうちょっと多めにみたいな感じでね調節してもいいんじゃないかなと思います。まずはこちらからちょっとテクスチャーをご紹介していこうかなと思うんですが、振りますね。とりあえずすごいたくさんのセラミドが入っている商品みたいなので振ってからご使用していただけたらと思います。このような感じですね。ちょっと手に出していきます。トントントン、なんかねしっとりした感じ、こういう感じ、サラッサラなんかと思ったらちょっととろみがある感じのテクスチャーになっております。香りはねすごくふんわり、ほとんど香りはまあ気にならへんかなって感じです。初めふんわりいい香りがしたかなと思ってんけど、塗ってる間に消えちゃったというか、割ともうめちゃめちゃ潤いました。ペッタペッタする感じ、しっかりと保湿してくれたかなって思います。いや顔につけるの楽しみ、早く塗りたい。こちらっていうのが有機酸で一番人気の商品やねんて、天然人型セラミドっていうのを高配合した商品やねんけど、世界初のね特許も取得しているということで、高保湿のねバリア機能っていうのをめちゃめちゃ高めてくれる商品なんだって。そしてね信頼できるエビデンスっていうのがしっかりとある商品です。特許取得ってすごいよね。そしてこちらオールインワンオイルインセラムでございますね。すっごい綺麗ねんけどさ、キラキラしている感じ。とりあえず振りまくって使いますね。何回か振ったらこんな感じでなんかちょっとマンゴージュースみたいになりますけども、お肌の上に出していきます。すごいセラムとオイルが肌の上でどう馴染むのか、あめっちゃスルッと馴染むわ。香りもね全然ないですね。無香料だったりとかするのでね、肌に悪いものって本当に入ってないので、そういうところもあるんやろうね。こっちが塗って潤ったお肌、こっちが全然何も塗ってないお肌でございますね。まあ、手で見ても分かれへんかもしれへんねんけど、なんかねギュって感じ、潤いがねギュっていう感じです。こんな感じですね。この2層式で振って使うタイプのオイルインワンセラムっていうこのタイプの商品って、私そもそもね最初はちょっと苦手やってんよ。油性やからもうなんか食わず嫌いみたいな感じ、使わず嫌いみたいな感じだったんですけど、このタイプの商品ねすごくいいんですよ。潤い度がねなんかダイレクト、そもそもめっちゃ好きやねんけど、だからもし油性でベタつくのが苦手っていう方でもね、私みたいにその
見た目的にさ食わず嫌い使わず嫌いみたいな方もいらっしゃるとは思うねんけど、そもそもね肌をしっかり潤してあげた方が皮脂って気にならへんからね。マジでこのタイプはすごくいいと思いますよ。乾燥肌の方、敏感肌の方はもちろんなんですけども、油性の方もね私むしろ推しだったりとかするんですけどもね。ということでこの2つでございますね。開封の儀が終わりましたので、これからガンガン使っていこうかなと思います。もうめっちゃ楽しみ。はい、こちらのブースターローションとオールインワンオイルインセラムを使ってお化粧してきました。いやびっくりした。なんかね敏感肌の方も使えるやつって割とね物足りひんのかなとか、もうなんか潤いがすごい、想像の5倍ぐらい潤いました。1円玉ぐらいみたいな感じで使用量書いてあるんですけど、まあそのぐらい重ね付けしてもいいと思うねんけど、ほんまそんななんかいっぱい重ね付けしなくても十分潤いました。いやこれはねすごいでね、これボトルがさなんか割とコンパクトというかちっちゃめやなって思ったんですけど、いやあの量がねそんないらんねん。デパコスとかの美容液とかあるじゃないですか、一般的なやつ、だいたい1万5000円とか2万円とか3万円とかするやつとかも、あの美容雑誌のロゴとかでもさよくついてくるしさ、もう何回も使ったことあんねんけど、いやもうダントツそんなもんじゃない。もうその潤いっていうのが例えばクリーム的な潤いとかそういうことではなくって、化粧水部分やったらこれ以上潤うやつってないんちゃうかなっていうぐらいすごいな。でこっちの子で負担をするということやねんけど、これだけでもね全然とんでもなく高保湿で、さらにこの子を加えることで逃さへんよっていうバリアになる感じやねんけど、全然その油っぽいとかはないんですよ。油分でとりあえず潤ってる感を出すみたいな感じのものじゃなくって、なんか皮膚が穏やかになってさらに高保湿、これ使って保湿足りひんっていう人はいいひんと思う。まあ高保湿、すごい高保湿です。これとりあえず1回目なんで、この後もねじゃんじゃん使って検証していこうかなと思います。いやもうねかなり良かったよ。もうねびっくりした、潤いがもうびっくりした。あそう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 、こちらは本品になんねんけど、こちらねご丁寧にトライアルセットもお送りいただいたのでちょっとご紹介させていただこうかなと思うんですが、ココロン様いつもありがとうございます、トライアルセットをお届けさせていただきますということでね、お手紙もつけていただきました、ありがとうございます。可愛いウサギちゃんやでということで、ちょっと取れへんからこのままにしとこう内容量なんですけど、このような感じになっておりましてですね、ちょっと見せ方が悪いな、よっこいしょ、こんな感じのトライアルセットもございます。こちら1430円になるんですが、こちらがブースターローション、そしてオールインワンオイルインセラムとなっておりますね。ちゃんとこうオイルが入っている感じになってるんですけど、10ml ずつ入ってる感じやねんけど、これさあのねちょっと言わせていただきたいねんやんか、私あの美容雑誌の付録でねハイブランドのこういう化粧品が、まあ、10ml もついてないよね、いつも 5ml、7ml とかそのぐらいついてたことがあんねんけど、割とすぐなくなんねんやねんけど、これはねめっちゃちょっとでバリバリ潤うんやんか。ぶっちゃけね1週間ぐらいは余裕で持つと思う。出れへんねん、全然ね、なんか使い方的にはなんかこう1円玉ぐらいみたいな感じで書いてあって、私はチャッチャッチャッチャってやって、まあ だいたいそのぐらい3パシャパシャぐらいでいつも使ってたりとかするんですけど、もうねへれへん、もうちょっと塗ったらめちゃくちゃ潤うんやんか、びっくりする。その少量でいいっていうわけではないと思うんですよ、ある程度適度な量を補ってあげた方がいいとは思うねんけど、なんかさバシャ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 いくらつけても潤えへんみたいなやつあるやんか。ハイブランドさんでもさ美容液とかって塗ってしばらくしたらもうなんかなくなっちゃう、だからもう一回2度漬け3度漬けみたいなことって割と多くあると思うんですけど、全然もう1週間は持つと思う。ほんまなかなか減らんかったから、そちらだけねお伝えできればと思いましてね。でこれだけじゃなくて、さらにしっとりクレンジングゲルっていうのも2包ついてます。これも 5g ずつなんで普通のパウチよりは多いです。でこちらがオールインワンパーフェクトクリームファンデーション、ファンデーションですね、こちらもついております。こちらのトライアルセットっていうのがあるのとないのとって割と大違いだと思うんですよ。ほんとね手に取っていただきたいっていうお気持ちがねすごいわかる。これ塗ってみな分かれへんと思うねんけど、潤い度が尋常じゃないマジで、まあ、なのでね気になった方は一度トライアルセットをご注文していただけたらなと思うんですけど、まあ、ちょっとまだ早いけどね、そのあたり概要欄にございますのでね、よかったらチェックしていただけたらなと思うところでございます。マジで潤い。ではね使用感についてちょっとねお伝えさせていただければと思うねんけど、このブースターローションでございますね、もうトロトロ超しっとり、なんかねいつものしっとりと違うね、なんかしっとりの化粧水とかってあるじゃないですか、しっとりタイプみたいな、そういうのってペッタペッタしてるだけでそんな潤った感ってあんまりなかったりとかさするやつもぶっちゃけあるじゃないですか。今までねなんかいろんな化粧水使ってきたのでそのあたりはもう経験済みっていう感じではあんねんけど、本当に潤う。ほんでさ何より超敏感肌の方でも使えるよっていう、アトピー性皮膚炎の方にもすごく支持されてるよっていうあたりがめっちゃ安心というかさ、何塗ってもピリピリしちゃう方っていらっしゃるやんか。でこういうね美容系の動画っていうのを取り扱う場合
合っていうのはやっぱり合う合わないがあったりとかするから、すごくそのあたり慎重になるんですよ。なかなか難しい問題だったりとかするから。やねんけど、こちらに関しては開発されている方が超絶敏感肌ということ で実際アトピーの方が使ってみてすごい良かったっていうね支持も得てるということで、超敏感肌の方におすすめできるよっていう、そこが本当一番でかいと思いますね。それだけじゃなくって、例えば私とかやったらさ、油性なわけよ。どっちかっていうと、まあインナードライではあるんですけど、まあそういう私が使っても潤ってるってわかるぐらいの、これはセラミドの力なんかな、やっぱりすげえなと思った、ぶっちゃけ。でこのブースターローションっていうのが3回目のリニューアル商品やねんて、この今のこのブースターローションっていうのがね。初代のものは天然人型セラミドの量が多すぎて混ざりきらなくって粒になっててんて、なんか粒になって浮いてたんやって。でなんかあの工場からですね、一般の化粧品の量より高配合すぎる言うて言われたんやけど、天然人型セラミドの量は減らさずに攪拌技術っていうのを上げて、あとねオーガニック商品にもよく使われる BCANA っていう天然の保湿成分、そしてスクワランも追加して肌なじみっていうのと浸透力をさらに上げたけど、値段はそのままで、去年の9月にリニューアルっていうのをこちらした商品なんですけど、そしたら特品薄になったんやって。これはね、今までよりも良くって値段は同じみたいな感じやから。で香料とか合成着色料、鉱物油、アルコール、石油系解明活性剤、シリコーンとかそのあたり、そしてパラベンっていうのも無添加です。でこちらのね、この2層になってるね、オールインワンセラムなんですけど、このオイル層ってなんかオレンジやんか、これにはオーガニックのアプリコットが配合されていて、でこの下のところが美容液層やらしいねんけど、そこにはヒアルロン酸、安心のヒアルロン酸でございますね。そして肝臓根エキスなどなど配合されているんですけど、肝臓っていうのがよく出ますよね、グリチルリチン酸っていうのが主成分で、抗炎症、抗アレルギー作用っていうのもあるねんね。私は油症というか脂性肌だから、オイルイン商品ってね、私食わず嫌いを起こしてた期間割と長いんよ。まあ、そんなこともあるんですけど、ね、私の動画ご覧いただいてる方ってご存知だと思うねんけど、オイルイン商品がめちゃめちゃ肌に合うっていうことに気づいて、それからねすっごい好きになりました。なのでこちらに関してもお化粧のノリもね割といい感じに良くなったし、あとね意外とベタつかへんねんね。なんかねベタベタはする感じやねんけど、ベタベタではないねんね。すぐに肌に馴染んでくれる。あともう乾燥知らず、もう乾燥はもう全然せえへん。肌の皮脂分泌量っていうのも30歳がピークで、その後ね激減するみたいやから、だからまあアラサーぐらいから割とこう目尻のシワであったりとか、ほうれい線とかおでこのシワとか、そのあたりが気になってくるわっていう方もすごく多くいらっしゃると思うねんけど、だからねこういう良質なオイルを供給するっていうこともすごく必要だったりするんですね。まあ理にかなった商品だと思っていただけたらと思います。でこちらね簡単な使い方なんですけど、流れ出た潤いっていうのをすぐに補給した方がいいっていうことなんですね。私自身はそこまで正直ね乾燥肌っていうわけではないんですよ。まあそれでもさ、洗顔後って私割とすごくきっちり洗う派なんで、そうするとさわーってこう乾燥していくのがわかるよね。なので特に乾燥が気になるわっていう方は洗顔後もすぐに塗ってください、ということでございます。洗顔後すぐにブースターローションっていうのでしっとりこう整えて、もうびっくりすんで、びっくりするぐらい潤うで。これでそれプラスこのオールインワンオイルインセラム、こちらでまあ蓋をするみたいな感じで、もうこれだけでもねぶっちゃけめちゃめちゃ潤うんやんか。さらに蓋するみたいな、これ使ってて乾燥してきたっていう方はほとんどいらっしゃらないというか、ありえへんと思うっていうぐらい乾燥にはピカイチの商品だと私的には思いました。もうすごい潤いがマジですごい。でここでねまたご説明のターンでございますよ。ごめんね、もうちょっと付き合っていただけたらと思うんですが、天然人型セラミドってよく聞くじゃないですか最近。まあ保湿やバリア機能に不可欠なのにバンバンに減っていってしまうセラミドなんですけども、意外とね種類がいろいろあるんですよ。まあ大きく分けて3種類あるんですけども、その中でも結城さんが商品に配合されている人の肌と同じ構造を持つ自然物由来の天然人型セラミドっていうのはお醤油の搾りカスからできてんねんね。2つの特許を取得されているということでございます。さらにもう2つはね出願中っていう、他にないセラミドっていうのを使われています。天然人型セラミドっていうのがお肌にいいよって言われる要因っていうのは2つあって、セラミドの分子種っていうのが多いこと。人型セラミドっていうのはその構造や特徴からなんかいくつかのこうグループに分かれるらしいねんけど、例えばねセラミド AP であれば、天然人型セラミドには16種類以上の分子種があるんだって。それに対して合成セラミドっていうのは1種類
種類だけなんやって。でね、お肌にはもともといろいろな種類のセラミドっていうのがあるから、やっぱりいろいろな種類のセラミドを補ってあげるっていう方がいいらしいねんね。そして二つ目はセラミドの長さ。天然人型セラミドにはなんかいろんな長さのセラミドが含まれてんねんて。特に人のお肌に多いのが C24 って呼んでいいか分からへんねんけど、まあ、そのセラミドっていうのが割と長めのセラミドなんよ。 C24 っていうその長めのセラミドっていうのが天然人型セラミドにはすごくたくさん含まれているということなんですね。こう山で例えるんだったらば、長い根っこを含むいろいろな木がこうブワーってこう生い茂っている方が山崩れみたいなのが起きにくい、土台がしっかりしてくれるみたいなイメージらしいです。乾燥敏感、あとシミシワであったりとか、あとアトピー性皮膚炎の方であったりとか、そういう方が一番こう肌バリアを高めるためには高保湿 で肌の中に水分を蓄えてくれるセラミドを補うっていうことがすごく大事ということでございますね。ということでお値段でございますけども、コースターローション、こちらちょっともう減ってしまってるけども、これさ、ちっちゃく見えるやんか。1ヶ月余裕でもつよ。多分私だったら1ヶ月以上余裕でもつ感じ。こちらが3960円税込みとなっております。そしてこちらのオールインワンオイルインセラム、こちらが5060円税込み。これに関しても1ヶ月では使い切れん。もうちょっとでめっちゃ潤うんやって、マジで。あとこちらとこちらのセット割っていうのがあって、こちら2つ同時に購入だったらば8569円税込みとなっております。で、先ほども言いました、ぜひぜひ試していただきたいこちらのトライアルセットでございますね。最初にお伝えしたんですけど、こういうやっぱり動画ってさ、案件動画じゃないですか。やねんけど、ゆうきさんは本当に肌で悩まれてる方にぜひ一回ね、見とって試していただきたいっていう気持ちがすごく強いんやんか。私自身も使ってみて、吹き出物とかも全然できひんかったし、何にせ潤う力がえげつなかったから。なのでね、とにかく一度手に取っていただけたら、うわすごいって思っていただけるっていうね、っていう気持ちがね、すごく強く終わりだということで、トライアルセット1430円、しかも送料無料でございます。の概要欄にいろいろリンクありますので、よろしければね、なんかいろいろ載っているので、ホームページもご覧いただけたらなと思います。サブスクなしなので、苦手な方っていうのもね、私の知り合いでもいいねんやんか。サブスクお得やねん。でもあった方がぶっちゃけお得やったりとかすんねんけど、でもサブスクやとちょっとなみたいな感じで苦手な方っていうのもいらっしゃるからさ、そういう方はすごく安心かなと思います。超敏感肌の方、超乾燥肌の方、そしてアトピー性皮膚炎の方、そういうセンシティブなお肌の方にすごく支持されているっていうぐらい優しくて、でもこう良質なセラミドっていうのをこの上なく、もうこれでもかっちゅうぐらいがっつり補える商品だと思うので、肌悩みがつきひんねん、何試していいか分からへんねんっていう方はぜひ一度ねお試しいただけたらと思うところでございます。はい、お疲れ様でございました。どうでした？いや、私ね、まあいろいろねご紹介はさせていただいてるんですけども、で、私ね、この動画ね、こういう案件でご紹介する商品っていうのはいいものじゃないと動画にしませんので、まあ、そこはね安心してご覧いただけたらなと思うねんけど、まあいろんな方がいらっしゃるやんか。お好みもいろいろあるし、つける量っていうのは適量ね、いろんなお化粧品全部書いてあんねんけど、ただ使われる方っていうのがさ、例えばすごくちょびっとつけられて全然潤わへんとか、びっちゃびちゃに多くつけすぎてちょっとベトついて無理とか正しい適量と違う量を使われる方っていうのがどうしてもいらっしゃるから、それでちょっと潤わへんわとか、逆にちょっとベタベタして苦手やわみたいな感じでね、いろいろなご感想とかもねあったりとかすんねんよ。やねんけど、今回の商品っていうのはなんていうかな、適量でいいと思う。一応その1円玉の円ぐらいの量でって書いてあんねんけど、いやすごい高保湿やねん。でも染み込むね。だから肌自体は全然こう表面に残ってないねんよ。やねんけど、ペッタペッタする感じ。だからなんかね、高保湿部門ではすごいなってマジで思った。まあ世の中ね、いろんな商品ございますから、私ね、この美容系も含めね、なんかこういう案件動画みたいなのをさせていただくまでは割とね、化粧品ジプシーみたいなところがあったんですけど、もう全然ない。割と動画で取り上げさせていただくのって、私の動画ってさ、やっぱ辛口やんか。まあ今日はさ、しっかりねお伝えしたいところっていうのがすごくたくさんあったので、割と真面目かいみたいな感じやったんですけど、普段の動画がさ、ほんま辛口やんか。でその動画を見て、うちの商品ぜひって言ってきてくださる方で、さらに使ってみて良かった商品っていうのを動画にさせていただいてるやんか。だからそこのさ、ハードルがすごい高いみたいで、だからそこのハードルを乗り越えてきてくださってる商品ばっかりやから、ほんまね、ジプシー感はもうないっすね。マジで素晴らしい。あ、これ撮らせていただいてるのが、実際動画出すよりちょっと前なんですね。案件動画なんでちょっと前に撮らせていただいてる感じになるんですけども、もうあっちゅう間に6月か。なんかいつもそんな話してますけど、もう6月やんね。お出しする頃には25
5とかなんかそのぐらいになってるかなと思うんですけど、やばい半分終わったで2023どうするなんか今年こんな風になりたいなとか、お正月にさいつも思うわけですよ。あの年末とかにね、あの来年はこんな年にしたいなとか、お正月にもっと今年は頑張りたい、もっともっと頑張りたい、年齢とか関係ねえとかいう感じでね、すごい気合を入れて思うんですが、なんやかんや毎年そんなような感じで過ぎていってるなっていう感じがする。あと太りすぎ、マジで痩せんのやが。なんかさちょっと腹筋してみようと思ってじゃあこの間腹筋していいやんか。もうね自分のお腹が、まあ、あの横から見たらさこうポイニョーンってしてんねやんか。何ヶ月ですかっていう、もう臨月ですかみたいな感じのお腹をね私持っているわけなんですけども、もうこのさポイニョーンがさ、あの腹筋っていう筋肉がどの辺に入ってるか分かれへんねんやんか。内臓脂肪系なのか、それとも皮下脂肪系なのかが自分が分からなくってですね。でこの腹筋した時にとりあえずそのポッコーっていうお腹のその一番ぼよってるところに効く腹筋方法がなんかないかなと思って、なんかいろいろね YouTube とかも見てていいやんか、なんか効くやつないかなと思って、で普通にまずこういう腹筋をしてみてやんか、こういう腹筋をしてみていいやんか。ほなら胸の下あたりに力が入んねんね。でそこってさ、そもそもさもう太いよ、もうすでに全体的に太いから太いねんけど、そのポイントのお腹の上のあたりなんですよ。いやじゃなくてこの一番出っ張ってるここに効くなんかそういう腹筋方法みたいなのないかなとか思って、いろんな角度でいろいろやっててんけど、ほんで足上げをするとさ、こう寝転がった状態で足をバンバンってこう上げる感じね、上げたまんまこうスッ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 とか足をする感じのやつをすると、このポイントのさ下っ腹あたりにガッて力が入んねんやんか。この飛び出たお腹はさどうしたら引っ込むのじゃあと思ってで、まあいろんな方法でいろいろなんか腹筋やらなんやらやってみててんけど、とりあえず腹へこましたいなと思ってさ、ほんでとりあえずへっこめたいところに意識を集中するみたいなことってトレーナーさんがよく言ったりするやん。ここ集中してみたいな感じで、おへその上ここに力入れてみたいな感じで言ったりとかするやん。いやだから集中してそこをうってこう力入れた状態で腹筋すると引きやすいんかな。まあ何も考えないとパコ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 腹筋してるんじゃなくって、ちゃんとこのお腹ぽっこりのこの一番上のこの辺のこうへこましたいところにうーんって力を入れた状態で腹筋するっていうのがいいんちゃうとか思ってやってていいんやんか。ほならんって力入れた時にこのポイントのお腹のさなんか真ん中ぐらいに筋肉を感じてんやんか。わかりますあ私こんなとこに筋肉あるんやと思って普段どんだけさお腹の筋肉使ってないかがよくわかるんですけど、この出っ腹に集中してそこに力を入れた状態で腹筋したらこの真ん中ぐらいちょうど、だから私は皮下脂肪と内臓脂肪が両方ある感じなんかな多分。この真ん中ぐらいがギュッてこう力入ってやるからギュッてあここに筋肉あるんやと思って私にもね筋肉というものがねまだ存在しておりました。っていうかね足腰というか私足腰異常に強いんやんか。昔住んでたところがめっちゃなんか山の上っていうか、あの小学校からの帰り道がさめちゃめちゃびっくりするぐらい何十度あんのみたいな、心臓破りの坂みたいな感じで地元で呼ばれているところをテク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 毎日行ったり来たりしてたから、なんかねうちの家がこうあって、ほんでこう分かれてんやんか。でこっちが階段構成やね、あの100段の石段構成でね、でこっちが心臓破りの坂コースやねんか。もうどっち行ったってしんどいんやんかそこを通らんと家に帰れんっていう状況だったんですけど、まあ、そのせいか足腰は強くてですね、足の筋肉とかはめちゃめちゃあんねんやんか。もうガチガチなんですけど、腹筋っていうのをね全然使ってこなかったもんで、それでねお腹ポヨって出てんねんな。まあそんな感じでね、ダイエットまではいかんけど、とりあえずお腹へっこましたらさ、あの横から見た時に白物家電じゃないというか、あの冷蔵庫みたいな感じに見えへんやんか。薄さが欲しい。なんかいや薄くはない絶対に薄くはなれへん、そんな急にはやねんけど、とりあえずこう正面と横が同じ感じやねんか。今あのドラえもん体型みたいな感じになってるからそれをなんとかね、夏までにとは言わんけども、そんなすぐ無理やから、ただもうちょっとポッコリお腹だけでもねなんとかへっこましたいなって思った次第でございます。リンゴ酢ダイエットもね全く効かず、まあ、体にはええやろうけど、リンゴ酢ねなんかそんな効いた実感もなく、あと最近ねあのコロさんのですね後遺症で匂いがないとか言ってたやんか、あれがちょっとぶり返してですね、倦怠感がやっぱりどうしてもきつかってんやんか。んーとねここ1ヶ月ぐらい元気やねんよ、そんなに大してあれやねんけど、ただこの間まで普通に歩いてた距離ぐらいを今歩こうと思ったらちょっとしんどいねんね。多分なんかね 70% ぐらいまで戻りつつあった収穫もまた 30% ぐらいまで下がってたりとかして、でそれに伴ってなんか体の倦怠感みたいなのも出てきだしたんですよ。だからやっぱりこう一筋縄ではいかんね、なんか上がったり下がったりするもんなんかなってちょっと思ったりとかすんねんけど、こんな動画撮ったりとかは全然大丈夫やねんけどね、ただ単になんかちょっと体力が減ってる、まあ、これがただ単に年齢で減ってんのか、もう後遺障害なんか行ったり来たり
してる感じなのかよくわかんないんですけど、だからねウォーキングとか全然できひんねやんか今そういうこともありつつね、まあダイエットは難しい今日この頃でございますけども、言うてね前も言ったけど、あのもしもよ、もしもダイエット大成功してへえいろんな服着れるようになりましたへえってなったとして、あの画面の写りがですね、あの顔がげっそーって痩せてちょっとなんか大丈夫みたいな、心ちゃんしんどそうみたいな感じのコメントで溢れるような感じでもしもなった場合はもう一回太ります。そこは皆さんから見てなんか元気そうじゃない美女になった場合はもう一回めっちゃ食べて太るわそっちの方が大事やからとは思ってるんですけどね、でもまず痩せへんっていうところがポイントでございますけども、まあねぼちぼち頑張ろうかなと思います。いつかスイッチ入るって信じてる今年48歳でございます。まあ今日はこのあたりでということで、いつもほんとたくさんのコメントとそして心温かいグッドと何よりこの最後の最後までご覧いただきましていつも本当にありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。